用紙をリサイクルした手提げ袋、長野県松本盲学校職業コースの生徒さんが制作してくださっています。視野がとても狭かったり、視力が低かったり、見える中心に歪みが出たり、みな症状が違う中、それぞれができることを工夫して作業されています。きっかけはたまたまいただいたギフトのラッピングでした。なんとかっこいいプロダクトなのかと聞いてみれば、盲学校で作っているとのこと。そんなご縁からお声掛けし、萌実杉村別注バッグのプロジェクトを発足。生徒さんが社会とつながり、授業ではなく仕事として取り組むという経験になるよう、仕様や価格から相談をして完成しました。これがジュエリーを買った時の楽しみや話題になってくれたら、それが障壁を小さくしていくきっかけになればと考えています。 SDGs、 まずはできること、続けられることから。